ナサンホが、嬉しい J リーグデビューゴールを決めた。去る6日、東京アジノモトスタジアムで行われた 2019J リーグ第6節清水エスパルスとのホーム戦で、ナサンホは後半に交代出場。後半30分、同点ゴールを決めた。ナサンホの同点ゴールで勢いに乗った F3 東京は後半41分。 ディエゴ・オリベイラのゴールで逆転に成功し、2-1で勝利した。試合後、ナサンホはメディアのインタビューに応じ、出場機会がないことは、とても残念だ。しかし練習に忠実に臨み、いつでも試合に出られる準備をしていた。その準備が、今日のゴールにつながったと思うと明かした。また、同点ゴールが、 テコンドーキックに例えられたことについて、ナサンホは、幼い頃、テコンドーを習っていた。その時学んだことが身体に染みついていたのかなと笑顔を見せた。